8月15日15時4分秋葉原中央通りを歩行中、どうやら私は近いうちに世界から消えてしまうらしい。岡部はマユリを助けるために過去を改変して現在を書き換えているって言った。正確には元の世界へと軌道修正している。そして最終的に行き着くのは、私が7月28日に死んだ世界。その世界線では、今生きている私の存在は矛盾する。だから、岡部の選択によって、私は世界から排除される。消えるって、一体どんな感覚なんだろう。この声は…マユリ？マユリ？おーい！マユリ！お母さんは気に入ってて、マユシーは後で合流するから。マユリ！ねえ！マユリ！じゃあね。ちょっと、どうして…どうしてください！マユリ！私、ここにいるのに。これが消えるってこと？だとしたら、お帰りにゃさいませ、ご主人様。フェリスちゃん、トゥットゥルー。ふにゃ、まあよし、どうしたにゃ。さっきバイト終わって出てったばっかりやのに。忘れ物をしちゃったのです。もう、おっちょこちょいだにゃ。でもそんなまゆしーに、萌え萌えにゃ。でね、すぐそこでクリスちゃんに会ったから連れてきたの。おお、あなたが噂のクリスティーニャ。話は今日からよく聞いてるにゃ。で、マユシマユシ、すっごく暗い顔してるんやけど。うん、クリスちゃん最近元気ないみたい。オカリンもなんだか変だし、マユシは心配だよ。クリスティーニャン。おーい、上州さん。蘇った不死身の戦士、腐りかけのゾンビ、セレブサイエンティスト。それ全部岡、あいつが言ってたの？あ、やっと反応したにゃ。クリスちゃん大丈夫？うん、何でもないから。マユリは何も心配しないで。それより、フェイリスさんだっけ？直接会うのは初めてよね。同じラボメンなのに。そういえばそうにゃ。でも、フェイリスとクリスティーニャンはすでに魂レベルでは深くつながっているのにゃ。なぜなら、前世では決して結ばれない恋人同士という因果が。なるほど。岡部と同じタイプか。妙な芸名を使っているのも納得した。何言ってるにゃ。フェイリスはフェイリスにゃ。それ以外の名前はないにゃ。メイド喫茶ってどこもこんな感じなの？クリスちゃん興味ある？だったらここで働いてみるといいよ。うん、最初は恥ずかしいかもしれないけど、だんだん気持ちよくなってくるにゃ。だが断る。今なら猫耳を3つつけるにゃ。どんな布団圧縮パックよ。さあにゃ、行ってみるにゃ。いやわ。うん、残念にゃ。調子狂うな。そういう気分じゃないのに。どういう気分にゃ。さあね。あ、そうだ、マユ
シーは忘れ物を取りに来たんだったよ。休憩室にあるかな。一緒に探してあげるにゃ。また誰かテレビつけっぱなしにしてるにゃ。まったくもう。あったあった、はあ、探す必要もなかったよ。それってユリの花束じゃない？そうだよ、おばあちゃんのところに持っていくんだ。プレゼント？バースデーが近いとか？うん、そうなの。そっか、おばあちゃん思いなのね。それじゃ、お母さんを待たせてるから、マユシーはもう行くね。今度こそ、忘れ物はないかにゃ。大丈夫。ねえ、マユリ、行っちゃうの？私も。クリスティーニャは、ゆっくりしていくにゃ。ちょっと、くっついてこないで。じゃあ、また明日ね、クリスちゃん。トゥットゥルー。え？マユリ？今日のマユリ、よそよそしかったように思うのは私の気のせいよね。クリスティーニャンはフェイリスと二人きりなのは嫌かにゃ。いや、別にそういうわけじゃない。だったらお店で何か食べていくかにゃ。おもてなしするにゃ。悪いけどそんな気分じゃないの。私も退散するわ。帰っちゃうのにゃ。一人になりたいのよ今は。だから私はオカルト研究家でもなければ UFO 研究家でもないと言っとるだろうが。にゃ、びっくりしちゃったにゃ。テレビは消すのにゃ。待って、そんなくだらないことを私に聞くな。まったくふざけた番組だな。ドクター中鉢この人まだこんなことやってるのにゃ。昔から全く変わってないにゃ。結構有名なの？有名っていうか、今は黒歴史になってるからここだけの秘密にゃんだけど、フェイリスのパパとドクター中鉢は親友と書いてマブと呼ぶ関係だったのにゃ。またまたご冗談を。ほんとにゃ。パパは15年くらい前までドクター中鉢のとある研究に協力してたのにゃ。スポンサーとして研究費を出してたぐらいにゃ。本当に？うん、フェイリス嘘つかない。はあ？親友ってなんぞ。いつから？きっかけは？この15年はどうしてたの？そもそも研究って。うにょ、落ち着くにゃ。あ、ごめん。もしかしてクリスティーニャンはドクター中鉢のファンなのかにゃ。だとしたらちょっと趣味を疑うにゃ。そんなんじゃない。そんなんじゃにゃ。ねえ、フェイリスさんはドクター中鉢のこと何か知ってる？どんなことでもいいから教えて。にょんにょん。だったらうちに来るにゃ。実は歴史の闇に葬られた貴重な資料が存在するのにゃ。え？何それ？来ればわかるにゃ。にゃふふ。行くわ。決まりにゃ。だったらもうちょっとでバイトが終わるから待っててにゃ。もうすぐ自分の存在が消えちゃうっていうのに、なんて皮肉。今さらパパのことを知る機会が回ってくるなんて。